past is the past, you know? インアのダウンでヒヤヒヤしましょう。There's the knee. It's a beautiful shot, but he definitely caught him while he was in the air. Beautiful shot, right on the button, but he definitely caught him while he was in the air. So I'm not sure. By the time he landed, he already knew what was going on. He was rolling out of it. And then we see the takedown. Got a right hand landed by Floyd, left hand landed by Asakura, left landed by Floyd. Oh, and he drops him as the bell rings. Oh, he's hurt. He's rocked a little bit there. He's hurt. Oh, he's getting the count. He needs to stand up. It's all over. Oh, it's over. The referee has said that is enough. Just...そしてこの二人が戦います。この場でドミネーター VS 平本蓮11月6日カード発表させていただきます。じゃあ二人から一言ずつお願いできますか。それではまず平本選手からお願いします。こんにちは、平本蓮です。まあ、普段っていうか、まあ、僕の SNS とか見てすごい怒っている人が最近多くて、でまあなんか平本は守られてるのはなんだって言われるんで、榊原さんに格上を当ててくださいってお願いした、この試合が決まったんですけど、これだと勝って当たり前なんで全然評価変わんないなと思うんですけど、まあ、バラさんがやってくれって言われたからしょうがなくやりますけど、ちょっと僕としては勝ってから言ってください。ちょっともっとこう、ね、歯応えのある相手を期待してたんですけど、まあまあやります。はい、頑張ります。さあ、それではそれを受けてドミネーター選手、お願いします。皆さん、はじめまして、ご無沙汰しております。山本と申します。平本選手、試合決まりまして、まあ、彼も言ってたように、ツイッターとかでいろいろ言われてる選手だなという印象がすごく強くて、正直それ見てると、ちょっと気の毒になっちゃって、何言われても響いてこないです。なんで今日はちょっといいところを探したいと思って、やっぱかなり格上と試合組まれてちょっとビビってるところもあると思います。でも頑張って煽ってるじゃないですか。皆さん、ここ見てあげてください。ありがとうございます。平本選手の応援よろしくお願いします。以上です。はい、じゃあ11月6日この2人の戦いぜひご期待ください。以上です。ありがとうございました。皆様、両選手に盛大な拍手をお願いします。